ブルーアングルの時間です。次広スタジオ桜台よりお届けしております。プレゼンターの川崎英子です。よろしくお願いいたします。万代放送坊の杉部仁弘です。よろしくお願いいたします。本日も小6スタッフの皆さん、よろしくお願いいたします。はい、この番組をご覧の皆さん、こんにちは。このトゥルーアングルでは、今世の中で起きている様々な事件や事柄、そういったものを特に司法の観点からジャーナリスト釣部さんの視点で、真実を見極めていく、そのヒントとなるようなね、お話ができたらなというふうに思っております。今日もいくつか、話題が、取り上げられていますが、早速スタートしていきたいと思います。一つ目の話題がこちらですね。はい、もう10日近くね、前になりますけれども、日大林真理子理事長が会見で謝罪、アメフト部員逮捕でということで、ちょうどね、これ頭を下げてらっしゃるところが、まあ、映ってる、ものになりますけれども、時系列に行きますか。そうですね。はい、はい、事件の流れで、これは実は2022年の10月までね、遡るわけですね。もうこの時点で、どうもその部員の中で使っている人がいるというような、話があって、それが保護者の耳に入り、保護者会がまあ招集されたというところがね、実はもう10月からスタートしていたというところで、で11月下旬には大麻使用の自己申告者がいたということで、大学の調査で、大麻使用の複数名が特定されているという時点が、時代がありました。で、まあ、警察が薬物講習会を行うことで、まあ、多少ね、歯止めになるんじゃないかということで、これは保護者か何回学校かな、どちらかがちょっとお願いをしたみたいで、講習会があったそうです。で、さらにまた保護者会を開いて、どのような状況になっているのかというようなことが話し合われたそうです。で、報道になってきたのが今年のね、6月7月というところあたりから、ちょっと出てくるわけですけれども、まあ、6月に警察から大麻使用疑惑の指摘が、出てきて、で7月4日に3名の学生にヒアリングと持ち物検査で、6日に今回逮捕された学生本人にヒアリングが行われたということです。で7日に日大側が男性学生寮を捜索で、7月10日に告発文書が関係各所に、まあ、メディアなんかにね、ここで送られたというところで、まあ、日大が警視庁に相談し、そして警視庁が薬物を押収し、寮生の全員の尿検査が行われ、保護者会が開かれ、そして、日大8月2日ですね、日大薬物を否定という、これまあちょうど林真理子さんがね、それこそあのカメラ向けられたところでありませんっていうような、まあ、発言があったんですけれども、まあ、その時点ではまだ確定がされてなかったということで、確定されてないという意味の否定だったというふうに報道はされていました。その後警視庁が男子寮を捜索し、まあ、日大も声明文を出して、そして5日にその使っていたというアメフト部員が逮捕されたというところですね。で、まあ、現在の時点で当面のその出場資格は停止ということでね、試合には出れないと、まあ、そもそもタックル事件っていうね、あれがあって、まあ、ようやく開けるかという、まあ、コロナなんかも含めて、ちょうど、まあ、いよいよ出場もできるかなといった矢先の出来事だったというふうに、うん、まあ、報道ではされていますけれども、この事件について、釣部さん。僕、冒頭から、はい、まあ、報道出てから、すぐ違和感、はいはい、変なのっていう思いでニュースを見てたんですよね。うん、だから、まあ、覚醒剤、大麻をやったかどうかっていうのは、まあ、多分やったんでしょうけれども、うんうん、本人も認めてるとしたら、はい、そのこと自体にどうのこうのとは思わないんですけど、はい、まず林真理子理事長がすぐに取材を受けて、うん、ないと思いますよみたいなことを言って、うん、で僕はまあ元教員だから思うけど、教育の現場って学校長なんですよね、うん、だから学長なんですよ、はいはい、理事長っていうのは運営サイドだから、うん、本来はそんなに内部には口を挟まない、うんうん、だから住み分けてるわけじゃないですか、はい、であればこれはなんていうのかな、タックル事件とはまた質が違って、生徒がまあ不良行為というか、はい、法律違反の行為をしてたということで、はい、理事長も上がってないわけでしょ、うん、だから学校長だから学長が取材を受けるべきなのに、うん、はい、いきなりメディアも
林真理子さんに行くし、うん、真理子さんもだから知っていないとも言えないし、うん、だ報告は上がってないよっていうことしか言えないし、うん、そう言うとまた言うし、じゃあなんで林理事長のところに行ったかというと、タックル問題の時に前の理事長が要は入っちゃいけない世界、うん、その理事長という役割なのに内部のことに入ったから問題になったわけでしょ、うん、人事とかいろんな、なので今回は本来であれば学長なんだなと僕は思ったのに、うん、はい、前のことと同じことをメディアして、うん、で上げ足取るように言ったり、もちろんあの応援の意見もあったけど、はい、でまあ次のね僕の視点という、はい、こちらですねので入れましたけど、はい、理事長と学長は違うよっていう、うん、ことじゃないですか、はい、で前は前のタックル事件の時は理事長の方が 上というか、うん、ねで学長をコントロールしてて、うん、学内に何もなかったから問題になったあんなことが起きていたっていうことで、はい、今回はそうじゃないと、うん、だから学長が一番出てくるべきだし、はい、取材にも答えるのは僕は学長じゃないかなって思ったんです。だから理事長の責任範囲っていうのはどこまでを言うのか、うん、まあ道徳的にどうとか倫理的にじゃなくて本来関係ないことでしょって僕は思うわけです、うん、はい、これがなんか不正助成金がどうとか、はい、経営のね、母体のね、うん、であればこれは当然逆に言うと学長じゃなくて理事長の問題だけど、はい、教育の範疇のことは学長が全責任を負うとして、うん、でまして前のようなその力関係じゃなく平等にやってるとしたら、全面的にもし、まあ、責められるなり、発言するんであれば僕は学長だなと思ったんです。さらに部活の中で起きてるとしたら監督じゃないですか、うんうん、そうですね、監督の監督責任でしょ、はい、ただ監督なりコーチの、うん、コメントがまだない、記者会見がないじゃないですか、うん、そうですね、だから何だか理事長と学長副学長で、うん、あそこには逆に理事長いらなくて学長副学長監督が座って説明すべき、うんうんなんじゃないかなって思うんです、はいはい、そうですよね。他の事件見ても結構やっぱり監督が出てきたり、うん、学長なり学校長が出てきて説明したり謝罪したりしてますよね、うん、とあれば、この事件変だなっていう僕は違和感、うん、なるほど。だから日大いじめなり、うん、前のイメージで今を報道してるから、うん、まああと知名度もね理事長さんはあるというの、うん、だけど関係ないんですよ本来ね、教育の場は、うん、そうなんですよね、はい、でましてあのなんかやめけんの副学長の言い方がプロっぽいとか生意気だとか横柄だっていうご批判もあるんですけど、うん、僕はその、まあ、態度は態度としてそれは感じることだからしょうがないんですけど、うん、そのことよりも言ったことがどうかなと思うんですよ、うん、で次なんですけど、はい、あもう一回大きくしてもらっていいですか。で学校は捜査機関ではないって言ったんですよ、うん、僕はそこにはねすごくなんていうの分かるっていうか、うん、そうなんですよ、うん、そうですね、もう本当にね捜査機関じゃないんですよ、うん、で学校の現場で例えばガラスが10枚割れますよね、うん、で分かんないですよね夜だったら、はい、でももしかしたらうちの生徒が腹いせでやるかもしれないと、例えばね期末テストの前とかね、うん、僕も一回ありましたけど、テストの日の朝に爆弾仕掛けたという電話が入るんですよ、まあ、爆弾まで行くと警察に入ってもらいますけど、うん、じゃあガラスが例えば1枚ならわからないけど、うん、10枚割れたっていうと、まあ、割れた方向にもよりますよ、破片がどっちにあるかっていうのもあるけど、うん、まずすぐ生徒指導部なり、うん、その担当者が集まってどうなんだろうっていうことを見るわけですよ、はい、そうですね。でじゃあこれ器物破損じゃないですか、うん、でまあ僕の時はまだなかったですけど今なら防犯カメラに映ってる可能性がありますよ、うん、はい、でそれで生徒だと分かったとして、うん、警察に言いますか言いませんかって話なんですよ、うん、絶対罪としては器物破損じゃないですか、うん、で勤務外でもなくっていうか時間外に夜来てガラスを割っていった、ね、例えばパッドでガラス10枚割りましたなんて、うん、じゃあ警察にどうして届けないんだっていう批判されたって、うん、教育的配慮ですっていう場合があるわけですよ、うん、じゃあスーパーで万引きしたっていう案件だってあるわけですよ、うんうん、そこはもう
店長の判断です、はい、もういきなり警察っていう場合もあるんですよ、うんうん、そうですね、そしたらもうね窃盗罪だから、うん、もうどうにもならないんですよ、うん、でも時に理解のある店長、まあ、理解があるかどうかわからないですけど、うん、親と担任を呼ぶっていう場合もあるんですよ、うん、で迎えに行くわけですよ、はい、当然でやったのか事実としたらやりましたすいませんって言ってで、まあ、僕の場合店長は始末書を書かせるわけですよ、うん、で二度としないみたいな次は警察に出すぞということで、うん、で、はい、先生ちゃんと指導してくれれば今回は目をつぶるから、うん、ちゃんと指導してくれと、うん、でいうことで、まあ、親との仲になって、はい、まあ、一般的には定額に、うんしますよね、高校なんかだとね、うん、でも警察には出さないんですよ、うん、じゃあなんでって言ったら教育的な配慮なんですよ、はい、なのでそんなのいっぱいあるんですよ、うん、僕一番大きかった事件はキャッシュカードを盗んだっていう事件があったんですよ、うん、体育の時間の着替えって、はい、教室が当たらない、まあ、まあ4クラスぐらいが教室に当たると当たらないので、うん、何年何組の女子はここで着替え、うん、男子はここで着替えってこう分けるんですよ、うん、はい、でそこにジャージの入ったカバンとかがあって、うん、そこにお財布を置いていく場合もあるし、うん、まあ、僕らの時は貴重品袋っていうのを用意して体育委員がね全部財布を持ってきなさいって言って、うん、そこに自分で入れさせて、はいはい、で終わったらバーッと出して、うん、見てる前で持っていかせるわけです、うん、それでまあ現金が盗まれるとかないのででそういう時は巡回する先生もいたりするわけですよ、うん、他のクラスの子が保健室にトイレ行ったとかって言って入って探す場合もあるわけですよ、うん、でもそれは逆に言うと記録があるので、うん、この時間に、ね、いきなり調査が緊急放送が入って職員が呼ばれて今の時間に保健室に行った生徒を出してくれ、うん、って言うと全部名前が上がってくるわけです、うん、で保健室にはライスカードがあるから、うん、で全員集めてバラバラでどこを通ってどう行った、うん、いう話をしてこう絞り込んでいくと、まあ、該当する場合としない場合と、あとは遅く遅刻してきた人、うん、着替えで遅れてきた人とか怪しいわけですよ。なるほど。だそれはこう見てればわかるわけですよ、うんうんうん、で一人の子が銀行でキャッシングカードを盗んで降ろされてたんですよ、うんうんうん、完全な使ったってことですね。お友達の教室で盗んで、で銀行に持ってって現金引き出した。なぜか暗証番号が分かったんでしょうね、うんうん、誕生日なのかなんか、はい、でまあ数万円盗まれてたという事案が起きて、うん、でどう見てもあの子じゃないかなっていうラインが出てきたわけです、うん、はい、で金額だって数万円だから、うん、これどうすると、窃盗だよね、もうちょっと悪質じゃないかと、でも教育的配慮だよね、じゃあ、うん、例えば、まあ、現金1万円持ってたとして現金1万円抜いたのとカード抜いたのってどうなんだよって、でまあ職員会議で揉めて、うん、じゃあ報告するかしないかからあって、うん、で銀行に紹介したわけですよ、うん、使われてるから、はい、多分この支店じゃないかなって言って、うん、協力してくれんかって言ったらできないって言われた、うん、警察の立ち会いのもとじゃないとできないって言われて、うん、でも報告するしかないなと、うん、の話にはできないということで報告したわけですよ、うん、ただ調査に協力をいたしますということで来てくれて、でその担任と、まあ、僕も行きました、指導部長と警察の人と銀行の人見てる前でそのキャッシュカメラがすごくよく映るんですよ、はい、あれ。なるほど、うん、どこにいるか分かんないけど映ってて本当はっきりあんなはっきり映るんだって思いました。あいつだって特定されるわけですね。じゃあで出たのよ、うん、その子だったのよ、うん、なるほど。でどうするっていう話になって、うん、届けますか届けませんかっていう警察になって、うん、でもう親にも来てもらったの、はい、犯人のこの、うんうん、でこれは推測ですが、うん、この子がお金を引き落としてます、うん、いやどう見てもうちの子ですねって、うん、先生待ってもらえませんか一晩、うん、白状させて謝罪させるんで待ってくれませんかっていうので、まあもう会議して待ちましょうと待ったら次の朝電話かかってきて、うん、なんか最初は否定したらしいですがうちの子がやりましたって言って謝罪で、
で、まあ、無期停学になったけど警察にはあげなかったんですよ、うん、なるほど。っていう学校側で処理したんですよね、うんうん、で、まあ、自主退学っていうのはもちろん進めたんですけど本人はガンとして退学しないわけですよ、うん、でもこうカードを盗んだ人っていうレッテルをもう貼られちゃうじゃないですか、うん、そうですよね。でも本人は耐えるって言って、うん、もう結局卒業していきましたけど、うん、まあ、転学になって解除されて、その時がすごくね、みんな悩んだの、職員会議も、うん、僕は生徒指導部だったから、でうちの学年だったんで、うん、僕は学年の生徒指導、はい、主任だったんで、はいはいはい、自分の発言一個でも雰囲気もあるし、うん、他人の思い、親の思い、被害者はまあもういいんです、終わったことだからって、うん、本人のためにいいことしてくださいっていうすごくいい親だったんだけど、うん、でも同じクラスじゃないですか、うん、そうですよね。教育的配慮って何よ、うん、っていうのですごい悩んだんですよね、うん、もう一個あるのは自分、僕これは学年が違ったんだけど、うちの学校の高校生が中学生のやつらにボコボコにされたんですよ。あ、逆、逆、中学生、まあ、7人ぐらい、うん、まあやんちゃな子だったんですよ高校生、うんうん、で中学生はもう札付きのワルのグループなんですよ。なるほど。でボコボコにされて蹴り最後ねバーンと踏んつけた時に腎臓破裂しちゃったんですよ。でそれまで喧嘩はダメだとかなんか言ってた校長がそれから方針変えて、うん、とにかくバーンと殴ってもいいからその場を逃げろっていうふうに方針を変えたんだけど、じゃあこれを今度警察にあげるかあげないかっていう話で、中学生までは分かってるわけです。だから中学校に行くじゃないですか、報告に学校、お宅の生徒のおそらくああいうグループがやられたと、こっちはもう救急車で運ばれるぐらいのことなんだけど、ちゃんと指導してくれと、うん、それは当然だけど今度警察に行くか行かないかは中学校と高校の駆け引きですよ。なるほど。でこっちはもう入院ぐらいまで行ってて救急車行くぐらいだから、ゆる、うん、先生たちもねぶち切れてくるわけ、うん、何やってんのあの学校の先生たちは、指導してんのかよ、うん、お前らが甘いからお前うちの生徒がやられんだろうとか、今度仕返しに行くみたいなのも出てくるわけですよ許せんと、うちのね、うん、あれをやったっつって、だそれをこう抑えながらそこの落とし前もつけるというか、お前らちょっと待てと、絶対仕返しするなよと、で中学校中学校で仕返し来るかもしれんぞ逃げろよみたいな話になるし、だ先生同士もやっぱりちょっと険悪になるしっていう中で結局警察にあげたんですよね。で主犯格はもう少年院の方のラインで、まあそもそも悪だった、で他の子はまあ中学って定額処分としかないんだけど、だから別室予習みたいな勉強、はいはいはい、だ登校禁止みたい な、 あ、なるほど。高校はできるけど中学校はできないんですよ、それは。で転校した子もいたし、少年院ということを別れて、まあ、復活した子もいるんだけど、その時も教育的配慮か警察かって悩んだんですよね。っていうのが今回のあの言葉でブワーッと思い出した時に、気持ちとしてはすごく教育的配慮ってわかるなって思った、うん、なるほど。いや思うよ教員ならって、うんうんうん、ただあの人はやめけんだから、うんね、純粋な教員上がりじゃないから、うん、うん、って思って、だけど、ね、本当パケとかね、あの専門用語使うのと、うん、自分がタイムマヘンを預かってた、うん、2週間言ってるわけですよ、その学長、副学長が、うん、ただ何か分かんなかったけど大麻変かもなと思ったって言ってるわけですよ。でましてプロじゃないですか。そうですね。だそれを預かることは、うん、教育的配慮の範疇なのかどうかなんですよ、うん、で自首させようと思ったけどそういうところじゃないって言っても、なんで2週間なのよ、うん、だいたい一晩二晩ですよと、うんうんうん、長いなっていうと、ここで尿検査の話が出てくるじゃないですか、うん、尿が消えるとかで警察に聞いたって言うけど、新聞読んでいくと警察関係者でしょ、うーん、警察じゃないんですよ。なるほど。だ元警察とか、はいはい、で検察官とかってもうそういうね、自分のいるんですよ、うんうん、誤解じゃないけど情報源みたいな警察、はい、そういう人に聞いたんじゃないですか、うん、なるほど。
マトリみたいな人たちにもしかしたら聞いたかもしれない、はいはい、その結果じゃこれは出てこないし有罪にならないですよっていう期間を預かっていて、じゃあ俺の一存でってやったのかもしれないけど、これはだっていやある意味所持っていう罪でしょ、うん、その人がそうですよね。で認識があったのかなかったのか、うん、っていうと今回のあの経緯を見た時に、いや教育的配慮の範疇としては期間が長いんじゃないかなとか、うん、教育的配慮っていうよりはその学校のメンツを守ったとか格式をと思ってたのか、うん、だからそれがさっきね、まとめで出てきたけど10月から出てて保護者会で告発したのもなんか今保護者じゃないかっていう、はい、うん、そうですね、で自分は飲んだかもしれないって言ってる子が、はい、今回の子なのかどうかっていうのはまだ明らかにしてないじゃないですか、うん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 、捜査の関係上、はい、ヒアリングはねしてますけどね、してますけど、はい、で今度部のことで、うん、ね、対外禁止か他は行って1週間ぐらいで他は OK、 練習再開、なんか練習は再開になってましたね。でも大会はダメじゃないですか、うん、そうですね。で日大的にはこれは個人の問題だから、うん、集団的なあれはおかしいっていうので練習再開、でも学連側は無罪の証拠がないから、うん、分からんでしょっていうことです、うん、これって刑事事件やってると、いやそれはないでしょと、うん、無罪の立証っていうのはできないんですよ、うん、やってないことね、悪魔の証明です。そうですね、有罪の疑いがあるからダメだっていうのは分かるんだけど、うん、無罪を晴らしてないからダメだっていう言い方は僕はまたそれが違和感で、でもじゃあその言い方を100歩譲ると学校側が説明してない、うん、他の人間は関係ないっていうことがまだ出てないってことなんです、うん、そしたらこれでまあ逮捕されたから22日間のうちに出ますよね。そうですね。その時に解除されるのかどうか、うん、複数名いるのかいないのか、本当に単独のねことなのかどうかっていうのはありますよね、うん、だからそれがなんか全部見てて、うん、その報道のあり方、なんかの副学長の態度が良くないとかいいとか、そういうなんか感情論のような話になってて、うん、彼が言った言葉と事実関係とまとめを見ると、いやこれは教育的配慮の範疇じゃないですよねっていう論調なら分かるんですよ、はい、で中にはすぐ警察に言うべきだったって、じゃあ果たしてすぐ本当に言うべきだったのか、じゃあ2日ならいいのかとか、でも自首させたいって言って、今度自首論になるんだけど、自首っていうのは犯人が分からなくて自分から言った場合に自首なんですよね。もう警察に一回相談してるわけでしょ。というと出てきたところでもしこいつじゃないかなっていう目指しをあの時にもう出してて、ね、だけど証拠がないからできなかったって言うんだけど、これ自首が成立しないんですよね。なるほど。だってもう犯人って知ってて出てきたんだから、はい、分からない時に私ですって言って自首なわけで、うん、今度自首論としてどうなんだっていう、うん、まあね、刑法的にと刑事法的な見方もある、はい、視点がいくつもあって、それ混同しちゃうとまずいですね。それがなんか僕は前の日大の理事長の悪さしたこと、うん、だからアメフトのタックル、はい、であれでまたタックルした子が出てきちゃうじゃん、あの事件、うん、もうね、まあ、終わってるというか本人は反省してね、監督側もまあ許してるっていうか、うん、で結局監督コーチがまあ人事で飛ばされてっていうこと、はい、だからそれをなんか思い出させて理事長が、で今度理事長は何も改革できてないみたいな話になって、うん、でもこれ単純に言うとこれが事件になれば文部省の予算が減らされるでしょ、うん、でも日大ってマンモスだし、すごい社長連も多いし、各界にもいっぱい力を持ってるじゃないですか。そうですね。はい。あ、そんな補助金減らせんのかとか、うん、だから一番痛いのは補助金減らされることの方じゃないのとか、日大はね、日大としては、うん、だから理事長を首変えるなんて簡単なことである意味、うんうんうん、そしたら日大の中にフィクサーがいるなとか、うん、であと面白かったのは元幹部は、うん、って言い方して、元幹理事は林真理子はお飾りで何もできないと言っていたみたいな、うん、いや元幹部って前の理事長派の人でしょ、はい、その人じゃ辞めさせられた方だから悪く言うに決まってるじゃん、うん、そうですね。だから聞くなよその人にっていうふうにね、僕なんか思った時に、うん、なんかこの報道っていうのはなんか
ポイントをついてない、まあ、結局ニュートラルじゃないんですよね、うん、どの視点にしてもね。で逆に言うと教育的配慮じゃないっていうなら、うん、どうあるべきだったのかっていうことを糾弾すべきだし、はい、ここまでは許容範囲で、うん、学校の場においてそういう犯罪行為があった場合にどうすべきかみたいなガイドラインを作るべきじゃないかとか、うんうん、そういう教育的配慮に関した教育論みたいなものっていうのは出てきてないですよね、今のところないんですよ、はい、でそれぞれがそれぞれ思うことを言っていて、うん、そうですよね、だから何論で議論するかがわからないんですよ、うんうん、完璧にその刑事司法でやるなら、うん、見つかった時点で言わないのは悪いよねっていう話になるし、はいはい、教育論で言うとしたら、うん、教育論としてこの辺まではまあ教育の範疇だけどこの時点ではもうダメだよねっていうと、うん、でそれが学校によって実は全部違うんですよねっていうね話も合わさって出てくるとねちょっと意味もあるかなと思うんですけど、うん、で最近なんかタイマーはあれでしょ、はい、どっかの大学のボクシング部が4人ぐらいやっていたとか、うん、主婦に広がってるとか学生にはタイマーが広がっているっていう、はい、ね、もしかしたらそのね反社会的団体の方々の資金源になっているかも、うん、はい、知れないじゃない、うん、そうですよね、そっちの薬物の、乱用の問題っていうところから切ることもできますよね、切ることもできるんですよ、世の中への、ね、広がりとか、ね、うん、これもう止めないといけない、はい、で学生に運動部にそれが入ってきてるとしたら、うん、それをどう防ぐべきかみたいな、はい、そういう、ね、観点もあるじゃない、はい、 そうですね、それがなんかもうごちゃごちゃになって、うん、なんか感情論みたいな、うん、なんかね僕はだから僕の視点で言うと日大の過去のことは別として、うん、学長がどういう方針を出せたのか、うん、学長が出せないとしたらまだ影響が残っているのか、うん、マンモス校として、だってもうちょっとやらしく、すっごくやらしく言うと今回甲子園で日大系が4校出てた、うん、あいつらに罪はないのかよ、日大系列だろってやったら一派人からげでしょ、一派人からげね、うん、で、まあ、あれはアメフト部だ。じゃあ、日大の人がなんか出てたけど、これで就職にマイナスになったらどうしようとか、うんうん、日大だというだけでマイナスになるんじゃないかって心配してるとか、うん、はい、なんかね。まあでもそういう世間の目があるってことですよね、結局目としてはね。うん、まあ、日本人ってそういうふうに 見やすい部分もあるし、うん、はい、でも、うん、じゃあ日大だからお前全部ダメだよ、お前やってんだろとは思わないんですよ。うん、そうすると今回の件で、隠してるのか隠してないのかとか、うん、そうですね、でも練習再開したっていうのがではプレッシャーをかけていってるのか、うん、やっぱりこうメディアで扱う時もそのこのこと、その事件なんかでよくね、バレの報道番組というかね、うん、そういうので議論になったりしますけど、何論で言ってどの観点から見てみましょうっていうような、うん、やっぱりそういう明確な話がないので、全部一緒になって、でその間にその日大がやりましたけどどうですかみたいな中途半端なインタビューが入っちゃったりするので、うん、もうなんかイメージが固まらないまま、なんとなく日大良くないみたいな輪だけ広がって、結局真実何を確信をつくべきかっていうところが曖昧になってしまってるっていうのが一番やっぱり問題な気がしますね、うん、まあ物理的に不可能だと思うんですけど、可能なら2時間なり4時間の番組を作って、うん、今回の日大の問題を法律論から解きますみたいなのと、はい、教育論で、ね、教育論で考えてみましょうとか、大麻、はい、の広がり、うん、危険性について考えてみましょうみたいな論を分けて考えて、はいはいはい、でトータルとしてこれからの日本、うん、これからの若者を救うためにどうあるべきかみたいなの、もう鶴瓶さんがプロデューサーになってほしいぐらい、 いや僕ならやりますよ、ね、ただ ね、 今度スポンサーがつかないとか、うん、こう多分いろんな圧力があって報道できなかったりしてるのかなって思いますね、うんうん、そうですね、そんなことを思った時点です、はい、そんな風にね、実は今何論で語られてるのか、うん、何が曖昧になってて何がごちゃごちゃになってるのかっていうようなところ、こう、ついこうニュースでね、聞き、うん、こう耳馴染みの良いアナウンサーの声で聞いちゃうとなんかツーって言っちゃいそうですけど、あれちょっと待ってってこう、とどまるのってすごく大事ですね。自分が何論が強いのかってことを分かってないと、うん、はい、それはできないですよね。そうですね。自分もわけわかんなくなっちゃうから、ね、あ、自分はこっちの立場に立ってものを言ってるなとか。うん、はい、そうですね。だからよく会議で、私は賛成です、反対です、うん、とか言ってから意見しろとか、うん、はい、私は判断つきませんとかって答えを言って、はい、でなぜならばこう考えればこうで、はい、こう考えればこうで、はい、どっちを優先していいかわからないですって、
そうですね、うん、ただやっぱりトップの人は今回は何論ですとか、まあ会社であればね、社長であれば、はい、そうだし、そうですね、まあ、どこでも多分リーダーという人は今回は何々論で優先すべきです、はい、で次にこれですって言って、こう方針がね、こう決まっていく中で極力みんなが幸せになるような、そうですね、例えば日大としては教育論っていうと、教育的配慮っていうところをまず念頭に全てこういろいろ進めてまいりましたっていうことでいけば、じゃあそれが合ってる間違ってるっていうような話がね、こうしやすいですよね、うん、でその中で、はい、じゃあ法律論から言うとここはバッティングしてる、はい、これしょうがないのか、いや、ね、これは甘いですよっていうのかって、そういう、そう、ね、整理がついてるんですよね。そうですよね、確かに、はい、でそうするとそれが前例になるんで、また重ねていくと、はい、しっかりしたものになっていくんじゃないかなと僕は思いましたね。そうですね、はい、ということで、まあ、実は報道にいろんなこうコンセプトというかね、うん、視点が混ざったまま報道されているということをね、ぜひ分かりながら聞いてもらえたらなというふうに思います。